俺様はこの地に迷い降りたダークナイト。皆さんこんにちは、ダークナイト中野です。とりあえずジャックホーク、あんまり変なこと言ってたらまた突っ込まれるんですけどね、あのこういうこと言ってみたかったわけで、今日はね、あの会社の飲み会なんで、まあこういう格好してますけど、別にフォーマルで会う必要はないんですけど、言うほどフォーマルでもないよな、まあそういう場なんでですね、シャツとか適当で出てますけども、そんな感じで、まあ撮るもんあるのかな、撮るもんなかったら全然ボツになっちゃうんですけどね、この動画ね、しゃあないです。で今日は何だろう、飲み会なんですが、ただ飲みただ酒なんでですね、ただ酒ただ飯なんでですね、本当は飲んでいかないんですよ。ね、割り勘の時とかは一応飲みで行くようにね、それがマナーなんでね、やってますが、ただ飯のただ酒の時は飲まないで行くのがマナーです。ただ我慢できずに飲んじゃってますけど、バスで調布までもうジャックオークも駅も来るまでに飲み終わりました。あ、まずここでおかわり買ってバスの中に飲もう。マナーゼロ。よいしょ。ということで女性視聴者さんに軽くご挨拶として、ストロング9パー買ってね、飲み会の前にこんだけ酔ってたらねあれなんだけど、なんかどうせ暇だしね、これもまずいな。あ、来てる来てる。あ、峰駅行きだ。これ乗っていこう。さて今6時じゃない5時35分って言ってます、僕のロレックスは。なのでちょっとね、初詣でも行こうかな。6時20分スタートなんですよ。なんで暇つぶしに調布城下町行きます。何気に夕方の関門海峡撮るの夕暮れね、初めてなんじゃないかな。ビストロマサってなんか美味しいらしいで、なんか全然行ったことないんだけど行きたいな。なんか歩いて行けるんですよね、会社の昼飯とかでランチで、ね、誰か誘ってくんないかな、ランチ。マシさんね、殿川さん炭火焼き、ここね、なんか結構ね普通なちゃんと美味しいんだけどダッサい、なんかゲテモノ系のメニューがあってですね、そういうの載ってないな、あるかな。あー、なんかある。わあ、そう、ワニとかあるの。ワニ美味しいよ、ワニ。なんか、あ、なんかあったっけ、うさぎ、うなぎじゃん、うさぎじゃねえやん、全然。ワニぐらい、なんか昔もっとあったと思うんですけどね、あんことかもあって、ここはね、あの、まあ地のものもあってね、あ、これやってんだ、これね、下関アピールしてる。そうそう、今日ヤフーニュース見てたんですけど、ニューヨークタイムズ、どこだったっけ、忘れたんですけど、まあ、海外の報道機関ですよ、が、山口市を、来るべき観光スポット52の中のナンバー3だったかな、まあ、その理由が京都がもうなんか外国人めちゃくちゃいすぎて、じゃあ西の京って言われてる山口市ね、下関じゃないんですよ、山口市においでよっていうことで。でもさ、山口市に来るってことはやっぱり動線としてはどうなんだろうな、まあ、ぶっちゃけ博多福岡空港からこっちに来れた方が、下関経由して山口とかね、来れた方がいいんじゃないかなと思ってますけど、まあ、下関もそういう意味ではワンチャンあるのかなっていうふうに思ってます、今年の観光はね。なんかそういうアピールできればいいなとか思いつつも、僕は自分勝手なことばっかり言ってるんでですね、ダメなのかなみたいなね、いうふうに思ってます。山口は人増えるんじゃないかな。
山口もそういうお仕事したいんでですね、まあ、なんかあったらね呼んでねーっていうことなんですよね。山口、うん、確かに僕五重塔とか好きだし、売り子寺ね、それからなんだろう雪舟亭も好きだし、うん、あの街並みもね結構ねやっぱ最高亭とかねいいですよね。ということで弓の宮神社近づいてきました。そういった経由地としてね、下関もね、負けてないと思いますよ。街並みは山口とかなんかなとか思いますけど、マニアックな観光地では負けてないと思うし、グルメでも負けてないと思うし、まあ、経由地、宿泊地としても下関は魅力がありますよ。あんのかなあとね、僕がお世話になっている三重市とかね、三重市もね、まあ、お土産、どうかな、いいとこありますからね。秋吉堂とか秋吉台とか乃木山通りっていうのかな、調布商店街やってんだまだ失礼なことしか言わんねえ。よいしょ、うい、ということで今日の僕の今1月10日ですけど、初詣三宮神社行ってきたいと思います。行ってきたいと思いますって口が回ってねえじゃん。結構暗いんですがカメラが暗く映してくれない。これなんだ、このバリケードつかなんだコーン、うまく、なんだろうな、今日の雨で寝ちゃんじゃしてる、寝ちゃってしてますね。ワン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 、絵馬とかはあんまり映すとご利益なくなるらしいんでね、分からんけどね、やめときましょう。結構みんなお参りして盛り上がってますね。いやー、秒で終わりました前はね、年間何回もね、弓宮神社来てたんですけどね、実は、まあ、前の職場安全担当でして、そういう関係でなんか祈願祭とかねよく来てたんですけど、こんななんかね神も仏もないようなせっかくしてるんですけどね、結構来てたんですよ。万回イベントごとに来るぐらいですね今はね。ということで弓宮神社さんでした。まだ時間あるな、まだなんかコンビニで買って飲むか、やべえやつだな。郵便局前のこのなんだろう、なんかこういうところでもなんか工事してるんですね。へえ、なんか街が生まれ変わるのって素敵とは言いませんが素敵ですよね。ちゃんと人が営んでるというかね。また桜の咲く季節が楽しみですね。ダング川沿いです。ダング川沿い、発音がおかしい。真っ暗な中カモ発見、取れるだろうか、取れますかね。ポポ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 ポ、いつも殺して食ってますけどね、これはそういうのじゃないんで、多分飛ぶための羽が、お、降りれる、行ってみよう、こけんように。あ、ごわ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 、怒ってる、ごわ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 、怒ってる、わご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 わ、まあ、いつもは とっ捕まえて食ってるんですけど、ここはそういうところではないんで、グワッ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 、バチクソ怒っとる。やっぱりなんでしょうね、調布は上級国民の住みかって感じがしますね。バチクソ怒るよな、ほんとグワッ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 、ごめんね。よいしょ、そして会場の調布海観光会館なんですが、誰かいんのかな。まだ6時前なんですよね、と僕ロレックスは言ってますんで、もうちょい時間潰してもいいのかな。セブンに行って酒でも飲もう。時間ぴったりに行く派なんで、ゴルゴと一緒やん、ゴルゴ。
スナイパーなんで僕ね、一応ね、マジでスナイパーなんで、僕は、おー、みんな来てるわ、関係ねえよ関係ないんで、僕は時間切り6時20分に来たと、あと20分あるんでね、酒とタバコガンガンやるはずです。なんか雨の日っていいですね。あの地べたがね、ツヤ感があるっていうか、なんだろう、反射してさ、ツルツルっていうか、テロテロテロってかさ、ここで酒飲んで、あと10分ぐらい、10分20分時間を潰しましょうということで、セブン見て、まあプレモでもやろうかな、たまにはね、飲みながら。3本目か、そんな大して飲んでないけど、たまにはプレモね。で、まあ新年会、合宿交換会ね、行ってきます。まあ10分ぐらいあるんで、ちょっと飲んで、ちょっとタバコ吸えばいけるかな。よっしゃ、もうええわ、もうなんか結構飲んだわ、なんか飯ええの出るんかなまあなんか儀礼的といったら失礼ですけどね、そんな感じになっちゃうんで、そんな大した飯は出ないと思うんですけど、まあまあまあ、呼ばれたら俺はどこでも行けるぜ。この地に置いてあったダークナイトだからな、調布観光会館です。どうかということで終了です。チャンネル登録高評価お願いいたします。今日ネタがないんだ。まあいいや、最後にこれを飲んで帰って、娘たちとキャッキャフフをしたいと思います。今日なんか動画として成立してんのかな、わからんけど、チャンネル登録高評価お願いします。闇に置いてあった、なんだったっけ俺は闇に置いてあったダークナイト、あ、そんな、ドリさんね、はい、お願いします、バイバイ。